異常事態でのサバイバル状態からサスペンス要素も本格的に加わってきたペンディングトレイン。タイムワープをした彼らの多くは生き延びるため自発的に動き、協調性が生まれ団結してきた様子が伺えた前回。そんな中、事件が起きてしまう。謎の男に加藤が腹を刺されたところから始まった今回のお話。車両に残されたものや加藤が書き残していた研究ノートを参考に傷の処置を施し、加藤は何とか命を落とさずに済んだ。危機を脱することはできたが、優斗の心にはまだもやがかかっていた。以前火災現場で自分の判断ミスと勝手な行動によって先輩隊員に怪我を負わせてしまったことを悔やんでいる。だからこそもっとみんなの役に立ちたいと考える優斗は、そろそろ火種となっていた貴重なライターも切れそうなことから、火起こしに孤独に取り組んでいた。そんな彼を心配するさえ、そして陰ながら見守る直也。彼らは協力してみんなを守り生き抜くことを決める。そんな中、とある謎の少年の後を追うと、そこには直也たちと同じ電車の6号車とそれに乗っていたであろう人々が出てきた。次回第5話のお話は、直也たち3人は自分たちの乗っていた5号車と同時に未来に飛ばされた6号車の人々と遭遇する。6号車を束ねているのは IT 企業の社長をしているという山本。そして工務店で働く上村のようで、彼らの案内で居住場所に直也たちは案内された。するとそこには調理場やトイレにお風呂が完備されていて、さらに個室まで整っていた。元の世界に戻るために5号車の人々と協力し合いたいという提案をしてくるが、直也たちは彼らを簡単には信用できないようで。しかし山本の口から、どうして未来の世界がこのような荒廃した様子になってしまったのか、そして元の世界へと戻る手がかりとなる衝撃の事実が次々と告げられていく。そんな矢先、優斗には好きな人がいることをさえは知ってしまう。いよいよ直也、さえ、優斗の3人の関係も動き出すのか。植物に詳しく、これまでも生き抜く上で重要な役割を担ってきた加藤の一大事で幕を開けました。応急処置はできるものの、傷口を塞ぐ手術と同じ行為をすることに、いつもは先陣切って皆をまとめる優斗は躊躇を見せました。過去に優斗の身に起きた火災現場での出来事が、未だに脳裏によぎり、いざという土壇場での決断を迫られるとダメなようでしたね。しかし、これまでは港の輪に入る気も、合わせる気も一切ないような態度をとっていた直也が、迷うことなく加藤の体に針を入れることを決め、加藤を救うことができましたね。だんだんと直也がみんなと馴染んできたのが目に見えてわかりました。この廃墟に来て、おそらく2週間近く経つ乗客たちの髪を直也が切るシーンがありました。これは実際に直也こと山田裕貴さんが切っていたようです。本物の美容師さんのように手際よく、またさすが都会の美容師さんって感じでした。かっこよかったですね。正面から左右のバランスが悪くないかを確かめているのはもちろんわかりますが、あんなに顔を近くに寄せられると
これまで特に何も思ってなかったとしても、意識してしまいそうですね。これまでのお話では、率先してみんなをまとめ、生きるために最大限の力を尽くすユートの方が、好感度も高く、頼りになる存在として、みんなに慕われていましたが、今回は彼の黒い部分が浮き彫りになりました。火災現場での不運な事故は、ユートの勝手な行動によって起こってしまった悲劇。しかし、怪我を負った彼の先輩、高倉は、その彼のミスを上に報告していなかった。これがユートにとって、いつまでも続く心の苦しみとなっていて。また、高倉にしても、怪我はユートのせいではないと口では言いつつ、心の中では彼を憎んでいたことがわかりました。まあ、これは高倉の気持ちもわかりますよね。怪我を負わされ、それが下半身不随で、これまでと同じようには仕事もできない体にされてしまって、全く気にしないという心のとっても大きな人は少数派ではないでしょうか。しかし、ユートがいなくなってしまった今、高倉も思い直すことがあったのでしょう。警察に探してほしいと心から訴える高倉の様子に嘘はなさそうでした。彼の思いをユートに伝えてあげたいと思ってしまいました。責任感が強いからこそ一人で抱え込み悩むユートに、さえや直也が寄り添い、改めて協力し合うことを誓い、この三人の絆は初めて一つになり、一気に高め合うことができたのは良かったですね。かよこも言っていましたが、第一印象こそいまいちな直也の本当の姿を知ると、だんだんと彼にも好感が持て応援したくなります。そして三人が結束し、いい方向へと向かうのかと思われたが、なんとついにずっと不明だった6号車が見つかりましたね。やはり6号車も同じ土地、同じ時代にタイムワープしていたようでしたが、違和感を感じましたね。もうずっと以前からこの時代にいる感じ。少年の後を追いかけ、彼ら6号車の人々が現れた場所は、木の枝などを使い、門や松明がしっかり組まれていました。近くで映ったのは一瞬でしたが、遠目で見る6号車の車両は、5号車よりも砂ぼこりがかかっているようにも見え、さらに乗客たちにも団結力のようなまとまりが感じられました。ワープをし、現代から行方不明になったのは同時刻ですが、この時代へ来てしまった日、もしくは年は、5号車と6号車では違ったのでしょう。6号車の方が先にこの荒廃した世界に着き、先にサバイバル生活が始まっていたと考えると、すべて合点がいきます。5号車の彼らは、最初は信頼どころか、相手を疑い争いも起きていたが、だんだんと生きるという同じ目標を認識することで団結が生まれ、だんだんとまとまりを見せました。それから食器だったり洗濯できるところや生活に必要なものを手作りして、ここで生活ができるよう工夫を始めたところ、それにはおそらく2週間くらいを要しています。しかし、6号車の人々がいる陣地は、必要最低限にとどまらず、一つの村のようでした。古代、それぞれの国々で文化や生活様式が作り出されたように、何もないところから生活できる環境を作っていく工程が同じようですよね。一体6号車の人々は
どのくらい前からこの地にいるのでしょうか。未来に戻る手がかりなども知っているという6号車の人々。次回からいよいよ起承転結の天の部分に突入のようですね。5月19日放送の第5話も見逃せませんね。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。